ドクニャキングベドはアメリカ合衆国メリーランド州リバースデール出身のバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワードセンター。ナイジェリアのラゴスで生まれた後生後6ヶ月でアメリカ合衆国に移住した。高校の最終学年平均13得点12リバウンドにブロックショットを上げて同校のミップ 最優秀守備選手に選ばれる活躍を見せるとともに、学業でも GPA で4、17の成績を上げた。ジョージ・ワシントン大学に入学、1、2年時はプレシーズンゲームでしか起用されなかった。3年時の2004から2005シーズンより公式戦に出場し、2005年1月30日のデートン大学戦で初先発した。 このシーズン20試合に出場し、平均1.8得点、1.3リバウンド、シュート成功率43.8%、フリースロー成功率50.0%の成績を残した。2005から2006シーズンは、レッドシャツで過ごし、2006から2007シーズンは、32試合に出場し、平均7.3得点。 5.6リバウンド、1.0アシスト、シュート成功率54.7%、フリースロー成功率55.4%の成績を上げた。このシーズンチームは23勝9敗と、大学史上最高の成績を上げ、アトランティック10男子バスケットボールトーナメントで、優勝、決勝で彼は15得点を上げた。2007年6月、 ユートブルのロングアイランドプライムタイムと契約、ポルトガルリーグの AD バゴスを経て、同年10月、ABA のバーモントフロストヒーブスに入団。リーグ優勝に貢献した。2008年、新潟アルビレックス BB に入団。2008から2009年シーズン終了後、退団した。2009から2010シーズンは、スウェーデンリーグのジャムランドでプレーし、2010年、 オーストリアバスケットボールブンデスリーガの BSC、ライファイゼンパンサーズフルステンフェルトで一試合プレーした、あと、秋田ノーザンハピネッツに入団した。登録名は、ドクンアキンウバで。2012年、バスケットボールブンデスリーガのグロリアジャイアンツ、デュッセルドルフで、プレー。2012から2013シーズンは、NBL カナダのサマーサイドストームでプレーしている。 ありがとうございます。